ホリエモンチャンネル。はい、ということでよろしくお願いします。自己紹介してよ、ホリエさん。あ、ホリエ高海です。寺田由紀です。ということで本日はどんなお客様が来てくださるのでしょうか。バーホリエモンチャンネル開店です。通販生活面白いじゃないですか、あれ、はい、もう大好きで、はい、通販生活も超面白いんですよね、あれ。あのなんか、その安くなる郵便みたいなのの対象になるのにはなんか何割ぐらいじゃないとダメって、コンテンツ量の基準があって多分7割ぐらい必要なんですよ。第三種郵便物にならなきゃいけないんですよ。なるほど。そうしないとあの郵送コストが安くならないんで、それでコンテンツをすごく増やしたんですよね、記事を。そういうとこがすごい好きで、なんかコンテンツやりたかったとかじゃなくて、なんかしょうがなくやったみたいなのが、そうすごい好きなんですよ。もう最高かっこいいなと思って。で、僕らも別に最初もそうメディアになりたいとかそういうの全然なくて、ただその広告費これじゃどうにもなんないよっていう中で、僕ね、通販生活の CM 撮ったことあるんですよ。え、本当ですか。はい、え、あの堀江さんも使ってますみたいな、そういう感じですか。いや、なんかそういうのと違って、選挙に出る前だからフジテレビの時かな。で、このなんか記者会見をしていて、この雑誌、この通販生活はもう買収しますとか、なんかそういうそういうやつでしたね。確かその CM は僕は選挙に出たんで、お蔵入りになったんですよ。で、相当揉めましたね。あ、そうそう、そうですよね、まあ、はい、確かに。僕らミュージカルに一緒に出たことがあるんですけど、そのミュージカルの CM も出せなかったんですよね。俺さん、ミュージカルって出たんですか。出たんですか。そのプロデュースとかするんじゃなくて、3年半ぐらい前に僕主演でした。演者さんでやったことがない体験ってやりたいじゃないですか。僕は人生のスタンプを押すって言ってるんですよ。なるほど、なるほど。いや、でもなんかそれってちょっとまあ無理やりかもしれないですけど、それビジネスに通じるっていうか、何でも初めてのことばっかじゃないですか。それこそあの向こう行ってね、物持ってきて、包むのどうすんだって、プチプチスウェーデンってどこに売ってんだとか。あ、結構地味にそういうのって困りますよね。いや、わけわかんない。プチプチって僕英語全然できないんで、なんて英語で注文その聞いてもいいかわかんないですよ。確かに、まず日本での正式名称もわかんないですよ。で、僕一生懸命ジェスチャーでプチプチとかもういろいろ言って。で、プチプチはどこにあったんですか。デパートの中の工具コーナーみたいなところで、で、散々言ってエアキャップって言ってもダメだし、プチプチって言ってもダメで、最後終的になんかバブルシートみたいな感じで、バブルシートってあの要は泡のシートっていうらしいんです。はいはいはい。それを向こうがようやく気づいてくれて、これかっつって、それだよ、ありがとうっていう。でもなんかそのさっきのミュージカルじゃないですけど、要は一個一個もやったことないやつを、なんかそういうのを一個一個やっていくのがね、楽しいって思える。僕はもう新しいこと大好きですよ。はい、新しいことばっかりやってます。そのもう人生の。どうですか、なんか新しいこととかチャレンジしたりしてますか。新しい。でも仕事百科自体がね、はい、そういうプラットフォームですよね。そうですね。なんかまあ例えば結構そのね、メディアも自分で持ったりとか、あとはまあこういうリアルな場所持っちゃうと、まあトライするには結構すぐ思いつきでできちゃう環境はあるんで、だから仕事バーもまあいろんな人に。こう来てもらうっていうのも最初ただのバーだったんですよ。あれお客さん来ないみたいな、どうしようみたいな。ああ、なるほどなるほど。それでまあやっぱりバーってね、あの常連さんが来る場所なんで、そんなに、しかもここら辺って虎ノ門ってそんなに住んでる人いないんですよ。だいたいバーってやっぱ常連さん、家の近くのバーに行くんですよ。ああ、なるほどなるほど。そういう意味で言うと、まあ思いつきでやったけど確かにそれは無理だなっていうのは理解し、なんかやらなきゃなと思った時に、まあなんか個人的になんかこうトークイベントとかで、参加して講演会とか参加しても、話聞いて終わるっていう感じだったんで、なんかこういろいろ話したら面白いかもなと思ってやってみたとか、そういう感じですね、思いつきで。ということでちょっと青木さんが帰らなければいけない時間が近づいてきたので、なんか良ければね、会社の今後の展望とか、なんかそういう話が聞けたらなと。要は通販生活みたいなメディアなんですよね。そうですね。売り上げ上げていこうっていうよりは、なんかもっととにかくPV を巨大化していこうっていうような形 でそうすると PV 自体を、マネタイズする方法論っていうのも持たなきゃいけないなということで、そのコマースと、もうちょっとマーケティングソリューションみたいなものを合わせ、両輪のそのなんて言うんでしょうか、マネタイズ手段を持つようなそのメディアにしたいなというふうに思っていて、僕らの場合その、物も送れるし、コンテンツも作れるしっていうことなので、結構立体的なマーケティングソリューションも作れるかなと。ちょっとうまくいくかわかんないですけどね。また壮絶にちょっと失敗するかもしれない。そうですね。でもそのチャレンジ
まあちょっと試したいなと。そう、青木さんその前の人生 もうずっとこう。いやもうこうですから。起業する前も。いや僕この会社3個目なんでね。あの今のクラシコムっていう会社が起業、まあ、自分がメインでと、はい、あるいはセカンドのポジションでっていうので、まあ、共同創業の立場だったりしたんですけど、まあ、今のクラシコム3個目なので、はい、あ、そうなんですか。26歳ぐらいまでフリーターみたいな感じで、ね、そうなんですよ。毎日働いたことなくて20歳ぐらいまで29で結婚した後にようやく正社員って初めてなったっていうね、うん、へえ、まあ、僕正社員になったことないですけどね。そうです。ということで、青木様ありがとうございました。本日のバーホリエモンチャンネルはここまで。ご来店いただきました青木浩平様運営の北欧暮らしの道具店は EC サイトのみではなくメディアとしての注目記事もたくさん掲載されています。ぜひご覧ください。そして中村健太様運営の求人紹介サイト日本仕事百科、他の求人サイトでは見つからない働き方の概念を変えてくれるような仕事が見つかります。ぜひご覧ください。そして今回ご協力いただきましたリトル東京内にあります仕事バーは、様々な分野で活躍している方が交代でバーに立ちお話を聞くことができます。どうぞご利用ください。さて次回はどんなお客様がいらっしゃるのでしょうか。お楽しみに。メルマガの登録はこちら。 YouTube チャンネルもよろしくね。